山田裕貴です。今日はですね、浴衣の撮影ということで、ほれみたいな感じで楽しくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。清水和樹です。今日は浴衣の撮影にチャレンジしてます。僕浴衣で撮影するのは初めてで、ちょっとどんな感じにしているかあんまりよくわからないんですけど、皆さんに少しでも楽しんでもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。無理だ。腕相撲対決。少しでも粘れたらいいと思います。いや絶対俺そんな強くない。いや頑張ります。しゃーよ、はい、レディーゴー。何ですかこの空気この空気本当に俺左マジ弱いからさ。レディーホッ
何ですか左にしよう。オッケー、左ならもうちょっと粘れた。レディーゴー。曲げらんねえんだよ。うらあああなんですかこの お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は新鮮だったね。うん、そうだね。なかなかない機会で、うん、まあ勇気とはいつも言ってるんですけど、浴衣っていうのはちょっとなかなかない機会なんで、すごいいい体験になりました。ね、僕もね全然着ないんでね、着れてよかったです。同じこと言うのやめて。いや本当に同じ感想なんだよ。な。いやでも本当にいい体験ができました、うん、ありがとうございました。楽しかったです。お疲れ様でした。お疲れ様です。